開催しましょう。春軍団オーディション、やっ何これ、ついに開催しましたかいや何ですか、この時が来たか、春軍団オーディション。はい、軍団というかそういうのを持ったことがないから、まあ、基本的にないですよ。ないですよ、はい、代わりを増やしたい、それはあるね。後輩たちをちょっと、まあ軍団をちょっと作りたいなっていうのを思ってちょっと開催させてもらおうかなと思います。これ歴史揺るがします。そんなことないよ。今回スケジュール合う人だけをちょっと呼ばせてもらったんですけど、選ばれたら精鋭たちいや、まあ、かっこよく言ったらね。けど私なりにちょっと条件があって、うん、まあ、1つ目が、まあ、ご飯とか美味しく食べてくれる人、うん、で、まあ、2つ目が、まあ、できる限り私自身がスポーツが好きなんで、うん、それと、まあ、スポーツとかをできたらちょっと嬉しいかなっていうのが、この2つさえ当てはまったらいいかなと思ってます。採用人数は3人です。おお、狭き門。狭き門です、これは。やっぱり私も審査員として。なんかあんたの方が前向きやねん。タイトルコールから。もう今見えてますけども、はいはいはい、参加の方々が準備運動してます。いやいや。そう、姿勢とかも見たい。あ、ちゃんと見てくれんねん、相方として。うん、春が東京で輝き始める第一歩なんだよ。うん、あ、軍団員作るっていうのがね。はい、はい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 。その歴史的な日に立ち会えてちょっと嬉しいなと思います。真剣に審査ちょっと私がするから。簡単なもんちゃうねん、春軍団入ろうと思ったら私が誰も入られへんで、ね、なんであんたの方が熱を帯びてんねん。これはでも真剣にやっぱり選ばしてもらいます、私も、うん、じゃあちょっと早速開催したいと思います。皆さんお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。まず言わせてください。はい、おめでとう。選ばれた16人です。8人です選ばれし8人です。今回はこの選ばれし8人の中から3人合格者を選び、今後本当に軍団員として活動してご飯とかも一緒に行かせてもらいたいと思ってます。いい反応で嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、俺めっちゃ先輩やけどあれ、本当ない。こちら側としては先輩と分かって読んでおります。あの春さんはとにかく体が大きい方が大好きなんです。横並びをね、見ていただいたら俺全然ちゃうやん。自己紹介、そして今まで食べた最高の、お寿司のお皿の枚数、そして今回の意気込みを一人ずつお願いいたします。お願いいたします。はい、出し切ってね。はい、しのぶの桜井と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お寿司最高21皿食べさせていただきました。まあ、意気込みとしましては、まず体が、181cm、体重今100キロ超えということですね。いいですね。出身が春さんと同じ大阪府枚方市ということで、地元に帰る際もですね、一緒に帰らせていただきますし、もし地元で飯食おうってなっても僕はすぐ駆けつけることができます。トップバッターでね、高得点やと。ありがとうございます。よろしくお願いします。それではお願いします。ありがとうございます。お豆腐の山中と申します。お願いいたします。お願いいたします。お寿司最高31皿31皿海苔で、はい、海苔でなんかちょっとギャルっぽい感じで、163センチで今90キロなんですけど、とっても中身が詰まった体型になっておりまして、はい、常にお腹が空いておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。いいよ、いいよですね。ありがとうございます。頑張ります。はい、お願いします。お願いします。アギラスのガネです。お寿司は13皿マックスで食べたことあります、はい、ちょっと少ないですけど、はい、細かくたくさん食べるタイプです。なるほど、はい、1回だとマックスです。でも、まあ、ラーメン食べたりもできます。あ、お寿司13の後にラーメンいける。そうです。なるほど。寿司は寿司っていう意味の13皿です、はい、で身長は165センチの体重が99キロ。おお、まだ100は超えてますね。だから超えさせてください。ありがとうございます。はい、はい、金魚番長の古市です。僕はお寿司は40皿です。ディズニーに行った時にみんなで、はいはい、
僕コーラいっぱい飲むんですけど、はい、すっごい美味しそうに飲むって言ってみんなコーラ飲み出したことあります。うわー、それはちょっと魅力的ですね。経済効果も与えれる。はい、なくなりました。あ、ディズニーコーラ。はい、変な嘘はやめてください。コーラ、ごめんなさい、嘘ついて。いや、ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。コーラがなくなる。はい、万博リラジットの佐野です。お願いします。お願いします。来い。はい。身長172センチ、体重85キロです。実はお寿司苦手で、でも、はい、いっぱい食えるんですけど。お寿司で答えてください。そうですね。食えません。ビーフハンバーグ寿司は食えます。あ、ハンバーグの乗ったお寿司。そうです。お寿司系やったらいけるってことですか。全然いけます。え、寿司食えなきゃダメですか。もしこのお寿司一緒に行こうって言った時に、はい、それは苦じゃないですか。あ、なるほど、苦じゃないです。それは全然 OK ですか。はい、OK です。で、好きなのがステーキ。あ、ハンバーグです。ハンバーグ。はい、ステーキも好きです。ただ、お寿司は NG。はい。噂に聞いたんですけど、はい、住んでるとこめちゃくちゃ近いです。それはでも私も噂で聞いておりました。なので、その誰よりもフットワークは軽いです。それはでもちょっといいですね。彼は本当に天性のカマチョなんですよ。カマチョ。だから、天性のカマチョなんで、すぐ会える人大好きです。なるほど。そうですね、はい。自転車ですぐ行きます。多分。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。自転車距離はいいですね。じゃあ続いての方。本気でね。はい。はい。素敵じゃないか、吉野です。芸歴9年目です。9年目。はい。回転寿司のハイスコアは16皿です。おお、はい。甘いもんとかも好きなんで、はい、スイーツとかもね、ご一緒させてもらいたいなと思いますし、恋愛系のドラマとかも結構好きで。おお。はい。ハルさん大好きです。私大好きです。はい。ちなみに一番好きな恋愛の、そうですね。まあ、バチェラー。ああ。見てないですよね。ドキュメント系ですね。はい、そうです。ドラマはちなみに、ね、はい。ヤマトナデシコとか。懐かしい。素敵な作品ですよね。はい、はい、昨日バイト飛びましたんで。え？あのちょっと金銭的に援助していただけたらかなと思いますのでお願いします。なんで飛びはったんですか。つらかった。ブヤの山路です。お寿司の枚数は、13皿なんですけど、本当に美味しそうに大切に食べて、あのおごりがいで言うと80皿ぐらい。わー、分かりましたか今の。おごりがいの80皿は、はい、私は山路の大ファンです。ありがとうございます。出てきた瞬間に指ハートかもしれない。気づいたら水とか持ってきたんです。うわー、ある後輩なんですね。水ある場所もすぐ分かる。今日のメンバーの中で言うと、ちょっとあの小さい方なんですけど、気痩せするタイプで、本当はもっとあけぼのぐらい。あけぼのぐらい、ごめんなさい、本当です。本当です。そうなんです。すみません。すみません、こちらは。はい、ちょっと気に入って。はい、すみません、本当です。ありがとうございます。大本命。顔ちゃうやん。なんかもう顔ちゃう。店と待って、俺に出会う。どうも、ソイソースのカメオです。ソイソース。ありがとうございます。僕の食べたお寿司の一番多い枚数は29皿。ちょうど29になる肉ですね。ありがとうございます。身長が163センチで、体重が127キロあります。神保町で一番太ってます。あと武勇伝で言いますと、聞きたい、あの僕が1時間のライブで先輩のネタを置かずにご飯を食べるっていうライブがあったんですよ。そのライブで米5合を食べきりました。とにかく食べるのが大好きで、もう焼肉とかハンバーグが大好きなんですけど、お金を何も考えずに僕食べちゃうんで、食費でパンクしちゃうんですよ。あ、ね、だからもう助けていただけたらなと思ってますんで、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今のところ心に残ってる人たちいらっしゃいますか。お豆腐さん、あ、山中君ね。お豆腐山中、海苔で31貫食べるっていうのはギャル軍団引き抜きの可能性が出てきてるなという思うぐらい印象が、はい、強く残っていく。はい、カメオが出てきた時点で魅了されすぎて他があんまり入ってこなかったです。次の第一審査でちょっといろいろ見極めたいなと思ってます。皆様の自己紹介ありがとうございました。
第一審査の方に移らせていただきたいと思います。第一審査はエアーご飯美味しく食べてください。私はやっぱりその先ほどお寿司のお皿の枚数を聞いた通りちょっとよく美味しく食べてくれる方が結構好きで、意気込みの時にちょっと皆様も言っていただいたと思うんですが、今回はエアーで何でも構いません。自分の好きなものをちょっとエアーで食べて美味しく食べるアピールをちょっと見せていただきたいなと思っております。それでは桜井君からカレーいただきたいと思います。いいね、すいません、失礼します。ね、いきます。あー、うん、飲むね飲むタイプいいですよ。あーうまい。あカレーは飲み物タイプだ。あーうまい。ありがとうございます。いただきました。素晴らしい、ぶっちぎり優勝の。そうですね、桜井くん意気込みも込みで全て良かったので、カレー飲むタイプだ、笑顔が良かったです、ね、一席でした。あーっていう漏れる声も素敵。はい、本当にあの立ち飲み屋で外で飲んでるお相撲さんが美味しそうに食べすぎて飲みながら泣いたことあります。あんな幸せな空間はないの。ふざけて撮ってる人を呼んでるわけじゃないです。じゃないです、真剣に呼ばせていただいてますので、はい、じゃあ続いて山中くんお願いいたします。ありがとうございます、いただきます。あ、どうぞ。なるほど。ラーメン、うれしい。ラーメンを当てさせタイプだ。まあ、すいません。何だ、何を言ったの。隣のテーブルから言ってる。隣のテーブルから言ってる。ステーキ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ファミレス全部行ってるタイプ。無視です。よろしく。リアルだな。ありがとうございます。素晴らしい。リアルファミレスだ。口をもごもごして美味しいっすってちゃんと伝えてくれるの良かったですよ。いろんな種類をちょっと見せていただきましたね。いただきます。あ、グリルチキン食べさせてもらって。あー、グリルチキン、はい、うわ、うまそう。よし、全部切るタイプだ。あ、すいません、塩もらっていいですか。あー、なるほどね。ライスに塩かけて、うめぇ。はい、すごい。一言でパッと伝えてくれるタイプだ。一つ違いの市原隼人ですよね。確かにイケイケの感じがね。はい、お願いします。ケバブ。お、よろしい。お前ですか、お前好きですか。あ、見せてくれた。ちょっともらっちゃいます。あれ、勝手に。はい、手にそんなに気悪いな。おいしい。古市くん、はい、冷やかしやったら帰ってもらって。でも本当だ、食べたくなりましたね今。ダラ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 マナー違反もしてましたしね、スタートから。真剣にやってるんですか。ケバブ、ケバブ好きです。おぎゃ、あ、嘘です、ごめんなさい。え、あれ、ちょっともらいました。帰るか。お座り、ほんまに今一度考えてください。食い終わら食べてください。真剣やってるんですよ、こっちも。ハンバーグ気持ちでやめてください。とんかつ。お、いいですね。見えるね、ソースかけてるんだ。素晴らしい。甘っ。うわ、マジで伝えてくれるタイプだ。味噌汁おかわり。うわ、いいですね。ガシャ。うわ、いや、いいです、いいです、めちゃくちゃ良かった。素晴らしかったです。じゃあ、吉野さん、前へ。551の豚まんを。いいですね、関西ですから、私たち。これ、るとこ、顔の表情。
いらんかった最後の。ありがとうございます、はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。豚汁で。おー、渋い、はい、いいですね。あ、いいんですか。ありがとうございます。あ、かっこいい。なるほど。うわー、あー、うわー、身に染みってるんですね。あったけー、うわー、あ、じゃあ素晴らしい。味のある演技でしたね。そうですね、ほんま美味しそうに感じて、美味しそうに、うん、芯から温まってる感じしました。満落ちして唐揚げ、うわー、唐揚げやってました。ウィニングランナーでいいのかな。ありがとうございます。おーもすげー、4人前、うわ、レモン、すいません。あとから絞るタイプね。うまー。素晴らしい。これは良かったです、うん、大接戦ですね。大接戦。第一審査終わりましたが、はい、感触はいかがでしたか。いや、まあ、絞れてきている。そうですね、絞れつつありますね、はい、正直。ちなみに現時点でこの人こぼれていったなっていう感触の人いますか。こぼれて逆に信じたいっていう意味で、はい、古市。そうですね、今のところ古市完全にこぼれてます。ただ段階では、ね、まだ第一審査なんで巻き返してほしいなって。まだ信じたい部分もありますね、信じたいね、古市を、うん、桜井くんとか。いや、桜井はめちゃくちゃトップです、私の中では。私もトップです。一緒やな。一緒ですね。山中くんとかは。いや、山中くん、いろんなね、ファミレスを出してくれて、初めてそのいろんな種類を食べるというのをやってくれた子なんで、新しいところちょっと見せてくれたなって思いますね。もしこの春軍団がダメでも、山中くんは蜂蜜さんに紹介したいなって思うぐらい。春軍団ね、確かに。中岡さんにもいいんじゃないかなって思います。春の次は蜂蜜さんにご紹介、蜂蜜さんにご紹介できるぐらいの演技力だなと思います。吉野さん、吉野さんはね、まだいけ、まだいける、まだいけるな、信じたいな。あの最後がなければだいぶ食い込んでました、ね、安心したよ。パントマイム対決みたいな感じだったんですよね。でもそう、思いが嬉しいよね。そうですね、一生懸命やってくれて、顔まであの表情を伝えてくれるっていうのは、うん、今日はウォレットチェーンついてますか。あ、吉野さん、はい、もちろんついてます。あら、これは得点高いです。あれだぞ、何これ、悩みが深い。これ高いです。これ高い、ありがとうございます。ダラシャツ、ボレットチェーン、ね、これは大事。衣装も今、ハルさんと合わせていただいますし、トラトラで、はい、ハルさんはあの、あ、元東大阪の今井さんにお世話になってたんですけど、お世話になってました。ほんまに東西で一人ずつなんですよ、今ボレットチェーンついてるのが。今井さんと吉野さんだけなんで、だけなんで。ボレットチェーンはだいぶ貴重なので、ボレットチェーン軍団、そうですね、作っていきたいですね。作っていきたいですね。ゆくゆく私がつけるように、はい、軍団のオフィシャルウォレットチェーンみたいな。そう、あ、そうです、そうですね、はい、ですね。おソロでっていうのもありだなって。吉野さんもだいぶちょっと高いですね、今の、はい、伝説的なオーディションになるんじゃないかな。仲良しごっこでいいんですか。ライバルって意識あります。一緒よ、一緒よ。もう満場一です。満場一、はい、わかりました。ストレートで決まりました。